はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。本日より新しいイベントが始まりますので、イベントをねやっていきたいと思います。モナン、むにゃむにゃむにゃ、スラクトスソレラ食べられないの、わはは、モナンよ、いつまで寝ておるつもりだ。私がお前の世界、本当の力を引き出してやろう。まあ明らかに無道だね。誰なの本当の力。目覚めるだ、モナンよ。強者つわものたちがお前を待っているぞ。はい、というわけで、無限の世界でモナン無双、ここですね、イベントやっていきたいと思います。はい、行きましょうか。無限の世界でモナン無双開催。クエストをクリアして随格昇格を仲間にしよう。クエストをクリアして報酬を獲得。夢の粒子を集めてアイテムと交換ということですね。はい、では行きましょうか。スラクトの目覚め。あれ寝ちゃってたのかな。ここはイブリ村みたいで、近いみたいだけど、さっきまで何をしていたんだっけ。あ、てっちゃん、よかった、僕だけかと思ったよ。ん、そういえばモナンはどこ行ったんだろう。おいモナン、この辺にはいないのかな。モナン、モナンってば、いいから、いたら返事をして。うるさい、お昼の邪魔だよ。おお、大声出してごめんなさい。もうせっかくのお昼寝タイムが、次は許さないからね。この辺りにはモナンはいないみたいだね。もしかしたら先に帰ってるかもしれないし、一旦イブリ村に戻ろうか。もう随格昇格って全然キャラクターを知らないんですが、どんなキャラクターしてんだろうね。楽しみですね。イブリ村に戻ってきたけど、モナンはいないみたいだね。村長だったら知ってるかな。話を聞いてみようか。村長はモナンがどこにいるか知っている？モナン？いや、知らんぞ。わしがあやつの動向を知っているわけなかろう。そっか、ありがとうね、村長。モナンは僕らで探してくるよ。どこに行ったんだろう？村長も知らないみたいだし。なんだか村長冷たかった気がするけど、ひとまずモナンを探しに行こうか。おらおら、財宝や食料よこしな。よこしなってああいう字なんだ。初めて見たかもしれない。あ、魔物が暴れてるよ。てっちゃん、みんなを守ろう。こんな村に強いやつがいるとは。ふう、なんとかなったね。気を取り直してモナを探しに行こうか。わー、変な夢だったけどよく寝たの。ん？見覚えのないところなの。スラクトはどこなの？スラクト無視なんてひどいの。あれ、スラクトもてっちゃんもいないの。
スラクト、てっちゃん、もしかして置いてかれちゃったの？こんなところか弱いモーモンを。うるせえ、ギャーギャー騒いでんじゃねえぞ。ギャーなの、私は悪くないの。これ誰が助けてんだろうね。いつもてっちゃんがそばにいて、てっちゃんが私がね助けてると思うんですが、今はぐれてるわけじゃないですか。前回のイベントでもそういうのあったよね。はぐれているにもかかわらずパーティーだけはうちのを使うという世界観が大丈夫でしょうか。逃げるの、捕まったら食べられてしまうの。な、行き止まりなの。へえ、ここは俺の縄張りだ。逃げ道ぐらい早くしてるわ。うー、こうなったら覚悟を決めるの。クラウがいいの。ぐ、なんて一撃だこの俺が。あれ、倒してしまったの。そういえば夢の中で本当の力を引き出してやろうって言ってたけど、もしかしてこのことなの。やっぱり隠された才能があったの。逃げ回って損をしたの。ふふふふ、どこまで強くなってか試してみるの。パワー比べ。あふれんばかりのパワーを感じるのはこんな気持ち初めてなの。うおーなの。おキャー、えお、うわー、思いっきり走るだけで気持ちいいの。ジャブジャブストレートなの。これどんなやつもノックアウトなの。お、来た来た来た。おい、そこのすげえパワーを持ったモーモンよ。我は髄核と昇格、髄核昇格とパワー比べといかないか。2対1なの。まあ私なら余裕なのね。俺たちのコンビネーションパワーを見せてやるぜ。そうそう、2体でかばい合いながら行くんじゃないの。ほらほら、このコンビネーションに手が出ないか。隙のない完璧なコンビネーション。破れるもんなら破ってみろ。これはどっかに集中して先、どっちかに集中して先に倒せば自慢のコンビネーションを崩せるの。あー、メーダ優秀ではメーダ優秀では。いや、それにしても今日のムドめちゃくちゃ強そうだね。あれ、私の好きな状態以上だしね。3突までしたいとこだね、あれね。もらうストレートなのなの。グホー、俺の自慢の腹筋も耐えられぬとは。ガク髄核、クソ、これでも食らえ。甘いな、モナンアッパー。グワー、凄まじいパワーだ、立てられん。うん、この程度の相手は余裕なの。良いウォーミングアップになったの。え、今のでウォーミングアップだと。なあ、俺たちを弟子にしてくれないか。俺たちはもっと強くなりたいんだ。あなたについていけば何か得られるかもしれない。まあ、トレーニング相手になるの。モナンなのよろしくなのね。トロルといい、なんか こういう相手に好かれるんだね。共感となるんだね、モナンは。モナン共感。来たよ来たよ、髄核いいね、ハートを作ってますよ、ハートを。はい、さらに昇格。グヘヘヘヘヘ、ドンドン、グヘヘヘヘヘ、いいですね。はい、2章いきましょうか。髄核昇格はバトルロード来てるよね、多分ね。来てないかな。連れてった方がいいかな。おいモナン、おいお茶みたいなさ、いたら返事して。この辺りにもいないみたいだね。全くどこ行ったんだか。
なんかさっきから見かける魔物がみんな怪我してるね。ねえ、ちょっといいかな、この、その怪我一体どうしたの？あ、やられたんだよ。腕試しとか言ってな。あんたも試しているなら気をつけなよ。そうそうなんだ、ありがとう、気をつけるね。たくあのピンクモモ、次会ったらただじゃおかねえぜ。え、ピンクモモ？もしかしてモナンって名前じゃなかった？なんだお前ら、あいつの仲間か、ふざけやがって、借りは返すぜ。弱っているタイガークローを倒す。あ、この辺もドロップするんだろうね。優秀ではぐはー、あ、いいね。畜生、あいつの仲間だけあって強え。クソ、覚えてやがれ。ふう、なんとかなったね。それしても結構強い魔物だったね。本当にモナンが倒したのかな。でもピンクモモンってモナンぐらいしかないよね。どっかで見かけたのか聞けばよかったね。気を取り直して情報集めしよっか。ここにもいないみたいだね。一体どこまで行ったんだろう。噂を聞く限り迷子じゃないみたいだけど。それにしてもこんな大きい岩なんてあったっけ。見覚えないんだけど。なあ、あんたら話が聞こえちまったんだが、ピンクモモを探してるのか。え、モナンって名前なんですけど、どっかで見かけましたか。ああ、強そうな男を連れて腕試し相手を探していたぜ。場所を教えてやってもいいが、あいつの相手になるとは思えないぞ。え、いや、僕らは戦うつもりはないんだけど。よし、わしが腕試しをしてやろう。この辺のランプの魔王あたりもな、強化してほしいな。もう見た目が好きなんだよね。うわー、出てこいよ。あ、優秀すぎでは優秀すぎでは。さあ来るぞ。意外とやるじゃないか。いきなり襲いかかって来いなんて、いきなり襲いかかって来ないでよ。戦うつもりはないんだって。そう言うなよ。実力のないやつをあいつに合わせるのは気が引けたんだよ。まあそういうことなら、それでモナンをどこで見かけたの？この先の森の抜けたところで見た。結構前のことだがな。分かったよ、情報ありがとう。このイベントのラスボス、モナンじゃないだろうね。モナンと髄核、昇格がいる3人じゃない。この辺りには強いやつはいないな。腕試ししたいの。モナンさん、落ち着いてください。この辺りには柄の悪い奴らが多くて。それなら退治してやるの、早く出てくるの。ダメだこりゃ。モナンの姉子は止められねえや。おい、お前ら、さっきから俺の縄張りで騒いでんじゃねえぞ。ここを取りたかったら通行料払うんだな。持ってるもん全部勘弁してやるよ。ジャンプしてみな。
お前探すもの、渡すものなんてないの。それにここは誰の場所でもないの。取らせてもらうの。あなた後で謝っても許してやらねえからな。優秀では。ちまちま逃げ回りやがって。だが動きは見切った。そこだ。何、真剣白羽取りだと。だが俺にはまだ2本の腕がある。これで終わりだ。何、リボンと尻尾で受け止めただと。ふんなの、これとどめなの。ぐーちくしょー。さすがモナンの姉子、あんな白羽取り見たことないぜ。まさかリボンで剣を受け止めるとはな。着飾っているのかと思いましたが、そんな使い方があるとは。私の奥義を見せられて満足だの。次はもっとすごいものを見せてやるの。想像とは違う展開になっているが、力は引き出せているようだな。これならあいつと戦わせてもいいかもな。早速準備するか。誰だろうね。武道の手下って誰？強敵現る。うん、全然強いやついないの。そりゃモナンのあの犬かな。相手はなかなか見つからないって。落ち着いてください、モナンさん。随格の言う通りですよ。なあ、もっと強いやつに出てきてほしいの。おお、ならば我が相手してやろう。ダイナー姿見せるの。もっと強いやつと戦えるんだろう。俺にお前の力を見せてみろ。どうだ、この素早さについてこれるか。確かにこの速さは少し厄介なの。でもその素早さも長続きはしないの。息切れしたところに強力な一撃を叩き込んでやるの。ピオリムってなかったよね。ピオリム実装される。ピオリムめっちゃ好きなんだけど。我を倒すとはな、なかなかやるではないか。意見出てくるなんてびっくりしたけど、お前もなかなかやるの。もう一回手合わせするの。もっと全力で戦ってみたいの。我としても相手をしてやりたいところだが、時間切れのようだ。なんなの、眩しいの。今回はここまでですかね。はい。はい。なんかよくわからないのが出てきて、バトルラッシュ。はい。こういうのが出てきてる。はい。というわけで、イベントクエストですね。1章、2章をやったというところです。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。